私こうやってさ、お腹が空いてさ、なんか食べ先にしようってことはさ、はいはい、ジャン君の甘えモード、そこにポンちゃん登場、そしてアンズちゃん、はい、アンズちゃん出ましょうか。ポンちゃん、アンズちゃん、どっちなでなでしてほしいですか？ポンちゃんですか？ポンちゃん、ポンちゃん、アンズちゃんもおいで、アンズちゃん、仲いいね。はい、カオリンちゃんにですね、クロケンパパもこのチュールをスプーンであげたいと思います。これは、スプーンであげるのはクロケンパパの勇気がないのではなくてですね、カオリンちゃんを気遣ってですよ、そうですよ、
出てるかな。はい、はい、じゃあいただいてます。ちょっと待ってね、これが、いや、この線が映っちゃった。こんな感じですか。はい、おい、こんな感じ。ちょっと近いけどね。はい、結構ないですよ、顔に。はい、ちょっと止めくれないね。はい、ちょっとごめんごめん、もうすぐだからね。こんなのどうですか。はいはい、怪しいな、怪しいな。はい、どうぞ。怪しいな。おいしいんじゃないか。はい、はい、どうぞ。すごい急いで食べてる。後半指であげようかな。はい、必ず一回ずつさあやがね。というか直接さあやがる。あ、そうだよね。私は身長届かないけどさ、届いてるもん。うん。はい。疲れるでしょ、さあやが。指から舐めたよ。なんでもいいんだね。間のウールさ、疲れるからやめようよ。ごめんごめん、ちょっとね、これ出すのにちょっと時間が手間取るんだよ。さっさと出せばね。また明日ね。はい、あんずちゃん。
はいはい。あずちゃん。ちょっとこれずらしていい？こっちね。あ、こっからでいい。あんずちゃんはまあ、好奇心からだとは思いますが逃亡癖がありますね。それと、籠城癖がありますね。絶大な 100% の信頼っていうのをまあ限りなく近づけるためにもうとにかく毎日ことごとく撫で続けます。これからね、いいですか。どこにいてもなでなでに来ますよ。はいはいはい。近づいたらなでられるんだって思ってくださいね。これからね、怖いことは一個もないんですよ。いいですか、いいですか。ちょっとね、あの寝てるとこを起こされたりとか、いろいろちょっと邪魔くさいなぁと思うこともあるかもしれませんが、これも一時完全に心が開くまでやりましょうね。ね。ね。ふんふん。でもつい何日か前までさ、ここの箱の中にいるときは、手を入れようとするとシャー言ってたけど、もう慣れたねきっと。なんでやねん。あんずちゃんがなでなでをされてると僕もなんだけどなってくるのね。はい、もちろんちゃんくんもなでなでしますよ。ちょっと邪魔だったね。これもやるか、これもやるか。降りてきた。はい、どうぞ。ご飯ちゃうのかい。お腹は？お腹空いてるでしょ。カーテンが開いてるのでね、見に来て外の様子を見てうーって言ってますね。今ご飯用意してるから、そっから入れてあげるからね。はい、カオリンちゃん、もうすぐ来るから。あんずさん、あんずさん、あんずさん、お腹空いてるんでしょ。はい、すごいね。おいしいの来たよ。はい、食べますよ。どうぞ。
じゃんけん。みんなね、最初はこんな感じなんだよね。じゃんけんね。覚えてる？じゃんけん。